どうも、こんにちは。今が2月の後半なんですけれども、まあそろそろ3月に差し掛かっていくわけですねで。3月に入ったら多少は春めいてくるかなということも期待しまして、クワガタのペアリングかけていきます。3月に入って多少暖かい日が続いたらサラン,ンセット組もうかなといったところですね。まあ、かといって、 で国産オクワガタなんかには3月だったらちょっと早いかなという感じがしますんでペアリング組んでいくといっても低温耐性のある虫というかねやや低温でもきっちり産卵活動をとってくれるような虫のみを産卵セットにかけていくわけですこれはウィックハムヒラタでオーストラリアの外国産ヒラタですねでこれが 先島平田で、えー、こちらがハスターとノコギリでこの2つが大東平田っていう感じで、まあ、この辺りはねちょっとルーズな部分ありますんでやや低音でも産卵活動を取ってくれたり、えー、ペアリングかけてもコ交ーしてくれると思います、えー、そして今回ペアリングかけようというのがこちらですねミンダナオパリ ミンパリっていうやつですねで。これね、ちょっと若干古くなってきてる虫なんでまあ早いことペアリングかけて3んなセットかけたいなっていうのがありまして今回こちらのミンなナパリ実際にペアリングケースに入れていきましょう僕がいつもペアリングの時に作ってるケースはこんな感じですね。飼育ケースの小サイズに 成虫管理用マットを薄く敷いて適当にゼリーいくつか入れてあげますでこの環境にクワガタのオスとメス入れていくわけですけれども、まあ、今回ミンダナオパリこちらですねこれメス入れまして、えー、そしてオス入っていただきますでこれね浮かしてから2年ぐらい経ってるのかなだいぶ古いんで もうすっかり成熟して性格も若干おとなしくなっているということですから今回この大顎の部分はワイヤーで固定しませんそのまま入っていただきますクワガタのオスってね成成熟してないとかまあそういう時期性格すんごい荒いんでメスを挟んじゃったりしてそれだとまあメスがやられてしまって落ちてしまうということですから オスの方はご絶対縛ってるんですけどまあ、このみんなのパリに関してはオスだいぶ古いんで性格も落ち着いとるやろうということでそのまんまケースに入ってもらいましたでこの状態で今僕の場合ですけど1週間から10日ぐらい放置ですねはい特に交尾確認したとかしてないとか関係なく 大体ね、この入れたゼリー全部食べ尽くすぐらいで産卵セットで投入っていう形に切り替えていきます。こちらはソロモン諸島のハスタートノコギリですけれども、これオスですね。まあ、こんな感じでね、オスのワゴいつも必ずワイヤーで固定してます。これダイソーで買ってきた、まあ、100円ショップですけど、手芸用のワイヤーですね。 こんな感じでオスのお顎を固定してやるとメスが挟まれることがないんで安全ということですね。まあ、ハスターとノコギリも性格きついですからね結構メスやっちゃうこと多いんですけれどもあとはオオヒラタとかね攻撃的な種類のクワガタ多いですから、まあ、性格の部分でね そこはこっちである程度調整してやるといった作業はしております。今結構ねクワガタの成虫数が変えててこれなんか中国宝兵なんですけれどももう正直帯尾できるだろうなといったタイミングではあるんですけれどもあんまりねいっぺんに 交尾させて産卵セットを掘り込んでしまうと割り出し時期が揃っちゃって一斉に作業しなきゃいけなくなっちゃうんですよ。それだとだいぶだるいなということで。で、一気に作業しなかったら産卵セットの中で幼虫どんどん大きくなっちゃうんでね。うーん。ある程度は、その産卵セットにかけていく時期を 分けけていくんですけれどもね第1陣第2陣第3陣っていう感じであこれ国産オクワのワイルドだな新潟県産まあいいんだけど結構ね産卵セットをかけなきゃなーっていう虫いますよこれは WF1 の新潟か国産オクワですけれどもうーんまあやっぱり3月4月5月っていうのがね 黒型の産卵時期としては、まあ、常温でやってる場合ある程度理想的な温度台なんでその時期に産卵セットかけるっていうのは作業が集中するんですけれども今ペアリングにかけてるのは外国産ヒイラタと外国産ノコギリあとは離島ヒイラタなんですけれども、まあ、3月4月とか早い段階から産卵セットにかけるのはその辺ですね。 これね、中国ホーペイだとか、あとはこの国産オークアガタだとかいうのは、ある程度気温が高くなってからじゃないと産卵安定しないんで、まあ流れ的にいけば最後かな、平田の小切りを先にかけて、最後に国産オークアとかホーペイとか、まあいわゆるくるび系統を産卵セットにかけていくっていう感じですかね。 えー、ある程度気温が高くなってからじゃないと産卵安定しない部分がある虫に関してはどうしても作業は後回しになりますね先にやっていいのは平田とかその辺ですねあいつら雑なんで多少低温でも交尾さえしとったらバリバリ産んでくれるというのがありますんでねこの方々はかなンですねスペキオーサ原名野手 まあ、いわゆるスペキオーサースペキオーサーですけれども産地はイランこの中にね新生虫が10匹ぐらい入ってるのかなまあ、かなぶとはいえねスペキオーサーに関しては一冬寝かせると産卵が安定するというかそういう部分間違いなくありますんで今はね産卵セットから全部抜いて、えー、こっちのケースで休憩してもらってますけれども。 まあこの方々もやっぱり平均気温20度超えたぐらいから産卵が本格化するんで産卵セットにかける時期としては国産大川型と同じぐらいかな5月の頭前後ぐらいを考えてるんですけれどもねええやっぱりこの温度管理というのは 虫飼育していく上でほぼ全てみたいな部分があって、今の現在気温が17度、で、昼に20度超えるぐらいなんですけれども、まあ安定して20度切らないっていう日が続いてくると、まあやっぱりクワガタの産卵のタイミングとしては最高ですから、まだ20度余裕で切ってきますからね、 この状況で国産オクワとかホーペーとかカナブンみたいなものをサンガンセとかけられないですよねカブトムシなんかもしいたら間違いなくそうですしね,ねえやっぱり4月の3週目4週目ぐらいで20度安定してくるぐらいが本来の理想的な温度帯というかねそれは間違いなくあると思いますよ 今回はこんな感じで、まあこれからね、春に向けて、今できることをやっておこうといった感じの動画でしたね。ペアリングにかけられるクワガタは、ペアリングのケースに投入していくといった作業をしてみました。これ仮名ですね。カメは、全然、産卵時期とか、あんま関係ないというか、うん。まああるにはあるんだけど、 この子たちね、マルギナタリクガメっつって、ヨーロッパのカメなんですけど、結構でっかくなってきましたよ。あの、関係ない話で恐縮ですけどね、うちに来たときね、こんな感じだったんですよ。すんごい小さくて、大丈夫かと思ったんだけど、これ、今2年ぐらいかけてここまで持ってきましたよ。うん、こんにちは、カメんカメも可愛いいですよね。うんまあ ぼちぼちねやっていきましょうというわけで今回はこんな感じですどうもありがとうございましたまたお会いいたしましょう